はい、どうも、アトです。今日はですね、日曜日に行われますスプリンターズステークスの最終見解および、夜に行われます凱旋門賞をやっていきます。まあ、一晩考えた結果こんな感じの収支になりました。まあ、本命は、テームスパーダとジャンダルム。正直ね、この2頭はどっちでもいいと思ってます。まあ、一応ね、テームスパーダの方に本命を打ちました。で、2番手ジャンダルムで、まあ、あとはね、そんななんか買いたい馬が見つからなかったんで、まあ、ナムラクレア、まあ、メイケーエール、G1 馬ナランフレグ、まあ、この辺を入れさせていただきました。はい、では詳しく解説していきます。テイムスパーダですね、やっぱり1枠1番に入った逃げ馬を買わないっていうのは僕の予想ポリシーに反すると思ってて、基本的にはね、僕は内枠の人気薄の逃げ馬をですね、バンバン当ててきて、プラスにしてきた人間なんで、この条件でね、買わなかったら多分俺一生後悔すると思うんですよ、もし買わずに来てしまったら。ってことで、まあ、テームスパーダですし、まあ、幸いですね、中山の馬場もまだそこまで荒れておりません。十分ね、逃げれる馬場だと僕は思っております。まあ、だからあとはね、本当にジャンダルムとやり合わないでほしいってぐらいですね。それこそね、この1枠の2頭がね、ちょっとやり合ってたら前崩れになってしまうね。それは避けてほしいなと思います。ただね、本当に展開予想を見たら、本当にテームスパーダが楽に短期でいけるメンバーだと思うんで、ね、3歳牝馬で筋量も軽いですし、逃げ切ってくれないですかねってお話ですね。で、お次が、ジャンダルムですね。まあ、この馬もね、前行こうと思えば行けますし、まあ、下げようと思えば下げれるんですけど、多分前行くと思います、ある程度。でそれこそね、テームスパーダの後ろあたりにつけてですね、まあ、そのまま、まあ、あれ短距離戦なんでそのままっていうのは難しいかもしれないんですけども、まあ、意外と流れない可能性があって、スロー気味になったら、まあ、ジャンダルムでも十分チャンスがあるんじゃないかなと思いますね。3走前で、まあ、ナランフレグも破ってますし、まあね、中山も得意なんで、この枠ならやっぱり買わないといけないかなって思いますね。3番手はナムラクレアですね。やっぱり調教がなんかすこぶるいいみたいなんですよね。で、まあ、確かにね、ちょっと、まあ、乗り難しそうな馬でもあるんですけども、まあ、結果としては桜花賞と函館スプリントはうまく乗ってると思うんです。まあね、ただフィリーズレビューと北九州記念の騎乗は正直そんなよろしくなかったって感じですね。で、まあ、客室を見てみると、その良かった時っていうのは、まあ、函館スプリント3番手、桜花賞4番手ということで、もう前につけてるんですよ。で、このあんまり良くなかった、まあ、僕が思ってるだけですよ、北九州記念は、まあ、10番手、9番手、まあ、下げてしまったんですよね。まあ、何が言いたいかと言いますと、名村クレア前行ってくださいって言いたいですね、浜中騎手には。まあ、今の馬場はですね、正直言って大外回したら絶対に間に合わないと僕は思ってます。なので今回はある程度前行く馬決め打ちです。はい、もしね、これでなんか馬場がガラッと変わって差し馬になったら、もうそれは知らないです、諦めます。とりあえず今回も前残り狙いですね、全部。ってことで、名村クレア、浜中騎手、前行ってくださいと言いたいですね、僕は。4番手がメイケールですね。もう完全に、消去法です。まあ、あとこの馬ぐらいしかね、目星馬がいなかったんで、まあね、本来だったら本命にすべき馬なんでしょうけど、やっぱりね、まあ、前回の動画でも言いました、どこまで行っても希少難がありますし、まだね、G1 勝ってないのに、もしかしたらね、1倍台にならないかもしれないんですけども、1番人気で買うっていうのはね、僕はちょっと勇気がいりますし、まあ、もしね、ここで勝ったら勝ったで、また新しい、スターがね、誕生するということで、まあ、それはそれで諦めがつくのかなと思いますね。で、5番手がナランフレグですね。まあ、多少ね、うちも引けましたし、まあ、高松宮記念も勝ってる馬です。で、高松宮記念勝ってる馬がね、こんな人気ないんだったら、まあ、期待値的に狙ってもいいかなと思います。ただね、チャンスはちょっとしかないと思ってます。うちをね、ついてくることだと僕は思ってます。それこそ高松宮記念の時みたいに、まあね、ずっとインにこだわってこれば、結果は出せるんじゃないかと見ております。で、あと人気どころで言うと、まあ、シュネルマイスターですね。この馬は大外に入ってしまいましたよね。実中ハックマイルチャンピオンシップの叩き台だと思いますし、まあね、さすがに1200なんでね、後ろにも下げた時点で多分どれだけ足を出しても届かないと思うんで、まあ、ここはですね、調整がてらっていう感じだと僕は思ってます。 G1 なんですけども、もしね、まあ、なんかの間違いで、まあ、1枠2頭がめちゃめちゃ飛ばして超ハイペースになれば、まあ、この馬がですね、最後いい安い足は持ってるんで、まあ、そうなった場合のみですね、怖いのは。だから超ハイペースになって前崩れになった時に、まあ、ようやく追い込んでくれるかなって感じだと僕は思います。
まあ、あとね、あのコメントでもあったんですけども、ダイアトニックはどうなのってね、コメントでもあったんですけども、もう戦2じゃちょっと前行くのきついんじゃないですかってお話ですね。僕はこの馬はね、戦4、戦6の馬だと思ってるんで、今回ですね、スプリンターズステークスってことで、それこそね、スピード自慢の馬が揃ってるんで、まあ、多分後ろになっちゃうと思うんです、物理的に。ってなったらね、やっぱり、届かない気がしてならないんで、ちょっときついかなと思います。はい、ということですね、印的にはこんな感じの印になりました。はい、ではですね、お次は凱旋門賞をやっていきます。まあ、こちらはですね、日曜日の夜、23時5分ですね、まあ、日本時間に発送します。まあ、前回の動画でもある程度述べたんですけども、まあ、狙い方としましては、まあ、そのオッズがね、やっぱり日本とブックメーカーとか海外のオッズって違うんで何とも言えないんですけども、一個ね、この凱旋門賞で重要なのが、この JRA さんのサイトにレーティングってやつなんですね。これレーティングって何かと言いますと、要するに競走馬の能力を数値にしたものです。まあ、今回出てる馬の中で実はね、一番高いのはまあタイトルホルダーって出てるんですよ。で、2番手がまあこれね、牝馬なんですけども、まあそのレーティング直した時にね、牝馬はプラス3キロされるので、まあアルピニスタになってるんですよ。で、お次が、まあ、この2位タイで、バデニーって馬いるじゃないですか。僕、このバデニーっていう馬が熱いと思ってて、まあ、これですね、このゲート2馬番15ってありますけども、これはね、何かと言いますと、日本と海外ってゲートと馬番違うんですよ。例えば、日本だったら、1番ゲートだったら1番じゃないですか。でも、ゲートと馬番、別々なんで、ちょっとね、ややこしいんですけども、要するにこれはもうゲート順に並んでます。だから、普通の出馬表と思ってもらって大丈夫です。で、内枠に入るということなんですよね。で、レーティングは高いのにあんまり人気ないと。で、まあ3歳馬がですね、強いというのもありますし、まあね、オッズもそんな人気しないんだったら狙い目ですね。ただ、鞍上がね、まあご存知の方もいるかと思うんですけども、肘打ちを食らわして、騎手をね、落馬させて、2ヶ月ぐらい出場停止を食らった、スミオン騎手が乗ります。なので、まあこれが終わったら、あれですかね、謹慎に入るんですかね。なので、まあ全力で乗ってくるはずです、ここは。ってことで、まあ、僕がね、もし凱旋門海外で狙うんだったら、バデニを買いたいと思います。で、日本馬についてですね、まあ、ドージュースとか、まあ、ディープボンド、まあ、タイトルホルダーとかですね、いますけども、日本馬についてはですね、今これ画像が出たと思うんですけども、今回ね、B ベットというサイトで投票することもできまして、要するに、例えばですね、これだったら、ドージュースとタイトルホルダーどっちが先着しますかとか、ディープボンドと、ステイフリッシュどっちが先着しますかみたいなですね、こんな二択の簡単な馬券もね、実はあるんですよ。まあ、こちらはですね、先に出した凱旋門賞の動画の方にですね、飛んでもらって、まあ、そこの概要欄からね、登録していただけるんで、ぜひお願いいたしますって感じですね。まあ、凱旋門賞でもし外国馬買うんだったら、まあ、僕はこのバデニがいいかなと思います。はい、ということですね、これで以上になります。また来週はですね、地方競馬確か結構何個かあったんで、まあどれかやっていきたいと思います。まあ、こっからですね、動画が多分週 3,4 ぐらいは出せると思うんで、まあよかったら、見てってください。あとですね、私 Twitter ノートメンバーシップやっております。よかったら概要欄に貼っておきます。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。